が思ったのは、うん、この INFJ さんの苦しさは、私なんて、うん、とんかつなんてもう滅相もないです、とんかつなんて豪華すぎます、松屋の朝亭でいいんです、うん、っていう、ここに甘んじるあまり、甘んじれないんじゃないですか。甘んずることができれば、はい、そこで幸せを感じることはできるはずなんですよでもなんか、うん、私はこれでいいんですって言いながら、で本当は嫌なんですよ。そうそうそう、そこなのかなって、うん、だから本当はとんかつ以上食いたいんですよそれは悪口だ、それは悪口だっていう話じゃないですか。そう、この辺なんだろうなとは思います、ね、口ではこれでいいんですって言ってるけど、はい、本当は満足してないみたいなとんかつ食いたいって言えって話ですね。分かんないですね。言っていいんだよとんかつ食べたいってって。でもとんかつ食べれない悩む、あ、分かんないですけど、 INFJ には認知療法が実は向いているのではと思ったり、うん、歪んで否定的な考えにとらわれているときに、うん、でも丸々はできていますよね、うん、実際人から嫌いと言われたわけじゃないですよね、うん、という事実ベースでのアドバイスはとてもためになると、うん、なるほど。もこさん、私の場合は私やってるのに私できてないです。ああ、一生懸命やってるのに結果が、だからその結果が多分高いんですよ、はい、理想が。だからできてないって落ち込む。あ、からここまでできてるじゃんと思えばいいって話ですよね。気持ちわかるのが、うん、僕あの先週の土曜日からバーって毎日編集して毎日アップしたんです、うん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 、毎日アップした結果、うん、6人ぐらい減ったんですよ、はいはい、2004人までいったやつ、はい、2304人までいったやつが、うんうん、2995まで落ちたんです、うんうん、その時は、うん、私やってるのに私できてないって、うん、で落ち込むかって話ですよ。あのいっぱいツイッターをやりましたみんな聞いてよ、うん、ひどいんだよみたいな、うん、発散、うん、あと落ち込んではないですね。で、まあ、だからそこをきっかけにループしていくってことですよね。私やったのにできてない、きっと私はダメな人間なんだ、だからできないんだみたいな、あ、頑張ってもどうせた私はできない。なるほど、うん、自分を若干高く見積もってる、高く見積もってなったのがきっかけなのかですよね。なるほど、まあ、結果に満足できないって話じゃないですか。はいはいはい。ヤンバルさんの場合はそもそもやれてるのかがわからない。あー、わかるー、うん、そこでこねくり回してめんどくさくなって考えることをやめたになると、うん、まあ僕も多分この辺なんですよ、うんうん、落ち込んでいくんですけど、うん、もうどっかでやめたになるんですよ、うん、わかんないって。僕はこう来た瞬間やめたですもんね。ちょっとは噛みましょうよちょっとは反省しましょうよ、うん、さってこうちょっとやった方がいいですよ。ちょっと深み深み、ピッてなる、羨ましいんですけどね、はい、モッチーさん、私 INFJ、 ISFJ 認知療法を知った時にとてもいいなと思いましたと、うん、あ、まあ、楽になるって話ですよね。あ、できてないところばっかりフォーカスする。じゃあこういう人が、うん、僕結構なんて言うんだろう、単純なので、はい、あ、単純だと思っているので、はい、ザ・ファースト・スラムダンクを、うん、見ると、うん、多分すっきりするんだろうなって。そういう話じゃないですよね、っていうことなんですよね、多分この人たちは。いやできてない、はい、ところばっかりフォーカスするから、うん、できてるところを見ましょうじゃないですか。私やってるのにできてない、でそれをやった時に、うん、あ、気持ちが良くなったっていう話ですよね今。そうで、気持ちが良くなる方法の一つとして、うんうん、僕はそのメッセージ、スラムダンクみたいな、ああいう、うん、映画からメッセージを受けて、うん、あ、俺って頑張ろうって言うの、まあ、二等兵はそれでみたいな話ですよね、っていう、なんて言うんだろう、うん、理由がいるんですね。あなたはこれができたから、できたから、できてるじゃん、うん、っていう理由があると、うん、いいんだになれる人なんですかね、うん、あ、この INFJ さんは、うんうん、認知療法に向いてるっていうのは、うん、なんかこうちゃんと見ましょうじゃないですか。できてないって言ってもできてる部分もありますよねって。なんか僕の見え方だと、うん、この例えばね、うん、YouTube で、うん、いや2300人いるじゃないですか、うん、って言われてもなんですよ。それは二等兵はですよね。あ、っていう今見え方の違いをやりました、はい、見え方の違い、はい、
て、まあだからそれも良くないって話ですよね。認知療法できてるところ2300人じゃんってって落ち込んでく、あっちの人はだって何十万人ですものって、っていうので落ちていくのと似てる感じはありますよねって。 INFJ かなもしかしたら、だから2300人はもう他と比べればいくらでも上はいるので、いやちゃんと行動しましたよねみたいな。というのはね、今日社長と出かけていてですね、私にたくさん仕事をくれていた上の会社ですね、川上の会社の人が、去年の1月ぐらいからちょっとお休みになって、まだ出てきてらっしゃらないんですね。で、そういう話をしているときに、寝垢、その社長の持論では、高校時代とかに寝垢な人は、結構この俺ぐらいになる、いや社長今僕の一回り上なんで、50、60ぐらいになってくると大体その重い鬱にかかってるケースが多い、僕の周りではっていう話をしていて、だと寝垢、僕もそうですかねって言ったら、お前のどこの寝垢なんだと、はい、お前そういう人間じゃねえぞとっていう評価をされ、僕の中ではそのどちらかというと、そっちの部類だと思ってたんですね、自覚では。寝垢、寝が明るいですよね僕、はい、あ、寝垢の意味、寝垢の意味は寝が明るいです、寝垢じゃないですね、わかんないですけどね、わかんないです、ね、行動が明るいのと寝垢はまた違うって話ですよね、その社長が言ってる意味は。確かに、二等兵は明るいけど寝は寝垢じゃないよねみたいなことが言いたいんじゃないですかね申し訳ございません、はい、自覚で僕は今48ですよ、はい、48でこの自分がこんだけわからない状態、はいはい、ってことはおそらくね、皆さんおっしゃいますが自分なんて一生、はいはい、このままなんでしょうね、皆さんが多分このままってことね、皆さんの状態でそのままってことです、多分僕は多分このままなんですよ、はい、何を言ってるんだですね、はい、何がこのままなんですか、わからないまま、自分のことはわからない、わからない、わかることはないんじゃないですか、みんなねってこと、みんな、完璧にそう、っていうふうのは思うんですよ。分かった風になることはあるかもしれない、分かった風はあると思います、はい、分かった風はあると思います、っていうと、これ後にしましょうか、ごめんなさいね、友知さん、自己肯定感が低いのかなと、自分 INFP もそうだがやれてないしな、みんな やれてるのかなって、自己肯定感も 自己肯定感問題、はい、高かったり低かったり僕はするんですけどね。あ、ふーみんは INFJ、 おそらくちゃんとやってるのには特にない、あ、そうですよね、そうですよね、本当に当たり前だと思ってる、最初の話みたいに、大切な関係なんて意識したこともないみたいな、ちゃんとやってるなんて意識したことないけどちゃんとっていうレベルかもしれないですよね、なんて言うんだろう、僕、多分軽いんですよ、はいはい、ちゃんとしてる感じがするんですよ、だからちゃんとしてるのは当たり前なんですよ、何ちゃんとしてるとか言ってんのっていう、最初で話してたその話、そうですね、はいはい、そうですね、ちゃんとやってるのには特にないけど、当たり前だからちゃんとやってない人に腹が立ったりはするかもしれないとか、その辺はあるかもしれないですよね、あ、もこさん、一度認知療法を受けたことある、とても良かったです、もっちさんは INFJ です、悪意はございませんので申し訳ございません、はい